小原と岩崎の2人です。放送席関西に戻って8連勝となりました。阪神タイガース、今日のヒーローは糸原選手、そして岩崎投手です。おめでとうございます。まずはファンの皆さんのこの熱い声援に応えてください。両手を挙げてガッツポーズお願いいたします。ありがとうございます。ではまず糸原さん、ロード中ということですが、この京セラドームでの勝利、お立ち台、気分いかがですか？最高です、はい。ではあの場面を振り返っていただきます。8回1対1同点、ランナー1塁で代打、まずはどういうことを考えて打席に向かいましたか？そうですね、まあみんな頑張ってたんで、あと延長は嫌だと思って打ちました、はい。その言葉通り、ワンボールツーストライク、追い込まれてはいましたけれども、変化球にうまく対応したように見えました。ご自身で振り返っていただけますか？まあ、木浪も、全力で帰ってくれたし、食らいついて、いいところに飛んでくれたんでよかったかなと思います。チームが連勝中ということで、ベンチの中で準備をしている時も雰囲気っていうのは非常にいいんじゃないですか？いかがですか？雰囲気、最高です、はい。そんな中で今年はこういった勝負どころでの出番がというような状況が続いていますが、どういったことを大切に日々準備していますか？準備だけはしっかり、怠らないように、やってます、はい。糸原さん、前回のお立ち台覚えていますか？はい。あれ5月でしたっけね、はい。あの時とまたシーズンがこうして進んでいって、8月のお立ち台、また雰囲気、気分も違うんじゃないですか？はい。いかがですか？どう違います？いいと思います、はい。さて糸原さん、これでチームが8連勝ということになりました。まず糸原さん、この連勝を伸ばすためにも明日に向けてファンの皆さんに一言お願いいたします。いや、連勝してますけど、目の前の試合を勝つだけなんで、先を見ずに、目の前の一戦一戦を、頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。では続きまして、岩崎投手にマイクをお渡しいただきまして、ヒーローインタビューを続けたいと思います。ではマイクの方を岩崎投手にお願いいたします。まず今シーズンの23セーブ目おめでとうございます。ありがとうございます。同じ質問になりますが、この京セラドーム、阪神ファンの前でのお立ち台はいかがですか？はい、よかったです。というようにファンの方からも今笑みがこぼれましたけれども、ではまず岩崎さん、ご自身のピッチングの前に、あの8回1対1同点で岡留投手がマウンドに行きました。球場からは少し、お、岡留投手かというどよめきもあったんですが、どのような言葉をかけて、あるいは雰囲気でマウンドに送り出してあげましたか？覚えてないです、はい。声はかけました。何言ったかな。それはまた、では岡留投手本人から聞きたいと思いますけれども、はい、ご自身のピッチングですけれども、昨日は岡田監督がもう岩崎投手は早く上がったよということでした。昨日1日どんな感じでリフレッシュできました？いや、まあ、体が休まりました、はい。それまでは3連投で1日、ね、岡田監督から休養ということだったんですが、これでチームナンバーワンの43試合目の登板ということですが、ご自身のコンディションとはいかがです？もう1試合1試合やっていくだけなんで、はい、まあね、いつも万全というわけではみんなないんで、その日のベストでやるように心がけてます。今日は序盤から再三再四チャンスがありましたけれども、それでも投手陣が踏ん張ってロースコアでの接戦に持ち込みました。ブルペン含めて先発投手陣もピッチャー陣もいい雰囲気じゃないですか？いや、本当にみんなで、掴んだ勝利だなと思います。まだまだこういった数字を聞くのは早いかもしれませんが、これで今シーズン最多の勝ち越し、いわゆる貯金が22となりました。岩崎さん、ファンの方はこれだけ喜びますが、選手はいかがなんですか？何も考えてないんじゃないですか。あの目の前の1試合をみんなで取りに行ってると思います。糸原さんと同じですね、
ではこれで夏のロードも9勝1敗ということになりました。さあ岩崎さん、チームを代表して明日に向けて一言お願いいたします。それでは皆さん一緒に明日も勝つばーい。いつものように最後をまとめて盛り上げてくれました岩崎投手。今日のヒーローは糸原選手、そして岩崎投手でした。おめでとうございました。糸原選手そして岩崎投手、この2人のインタビュー、決して塩対応ではないんですが、テレアの2人の独特のインタビュー。さあ次は監督インタビューです。それでは勝ちましたタイガース岡田監督です。監督、まずは今日も接戦制しての勝利でした。そう、まあね、5回まで10個かな、残塁ね。そうまあそこでね、もう1本でも出とけばもっとね楽な展開だったけど、まあね、打席に立ったもんがもうボールダウン6回打ってね、もうだからこんな苦しい展開になったんだけどね、はい。ただその中でなかなか2点目が遠かったという中で、8回代打の糸原、見事な仕事でした。そうよ、もういやもう最初からバントなんかね、もうないから、うん、ゲッツーになっても9回の裏は1番からやからね、どんなの、うん、だから一生懸命サイン見てたけど、サインなんかないっていうのね。バントさすにあってバントするやつ生かすっていうのね、うんうん、糸原打つやつやから、うん。でその8回の糸原の勝ち越しの前には、岡留の起用、それから及川の起用というのがありましたが、うん、あそこはどういう期待を込めて送られたんですか。いやいや予定通りですよ。あといないからアメリカ帰ったり連投しすぎたりでベンチ入ってないからね、うん、右ピッチャー3人しか入ってないから、うん、その、今日先発の村上ですけれどもね、うん、いやもう一回行ってもよかったんだけどね、まあ、うんね、ナイスピッチングだったし、まあ、100ぐらいいったし、うん、まあ、ちょうどあの場面で、ね、バントでツーアウト二塁になったからね、うん、いやもうみんなフォアボール OK で、うん、最後の馬場以外はね、うん、満塁まで OK だから、あの岡留、及川は、うん、もうあのフォアボール OK で行け言うたから、うん、本当にフォアボールやったけどね。もうちょっとやったけどな、ツーサイク追い込んだけどな、うん、そこでもう一球いい球掘れるようになったらな、一軍にもっと定着すると思うけどな、うん、これでチームとしても今シーズン2度目の8連勝になりましたが、うん、何が今のこのチームの勢いを作ってるんでしょう。勢いっていうか、まあ、そんなね勢いがあれば序盤にね 5,6 点入ってるかもわからんし、まあだからあの、ね、いろんなゲーム展開になるんでね、うん、まあ、打てない時もあるしね、今日みたいにチャンスだけ作れる時もあるし、それはもうちょっとねゲーム始まってみないとわからない状況なんですけど、まあとにかくねずっと接戦でいってても最後はなんとか勝ち切るっていうかね、うん、あんまりとにかく久しぶりの高校なんでね、最後もうね同点 OK で言ってたからみんな、うん、そんな急きょなるな言うてね、勝ってるチームやのにもうそんな1点守る必要ない、もう同点でもいいやんか、うん、だからそういう気持ちでやってたから俺は楽やったんですけどね、うん、これで今日も、3連戦の頭を取った形になりましたが、うん、明日以降に向けてもお願いします。そうね、ちょっと左ばっかりなんでね、後ろあのねブルペンが、まあ明日はね青柳にちょっともうちょっと頑張ってもらいます。明日、ね、明日も楽しみにします。はいはい、勝ちましたタイガース岡田監督でした。はい、ありがとうございました。